小刻みプラスもう一度見せ大会よし、ミゼニで午後後編となりました。はい、前半も盛り上がりました ね楽しかった。いいですね、うん、顔出したくないですか。はい、いいよ、もうあれまだ疲れてるよ、ね、そう、いいんだ。あの、知らないでしょ、まあまあ疲れてる場合は耳あるんだ、穴開いてるの、耳。いや、耳も全部、上等なんだから、こういうふうに。おー、すごい、すごい、さすがに触らんけちょっと、本当によ、なんか扱い雑やんば、いつもちょ、あんま見せたくないわけ、そこ一応これ何で流れるの。これは、配信、配信で流れるんだ。あ、じゃあ、あまり子供たちに勧めるなよ。いやそれは、これワイドしたいさ。ワイドの一応ちゃんとしたキャラクターショーもやってるわけよ。あ、格好つけたりとかして、はい、正月もや大型ショッピングセンター3軒にまで呼ばれるぐらいだよ、このワイドっていうキャラクター。すごい、行きたいな、現場でいじりたいな。うるま市とかでもちゃんとしたショーやってるんだよ、うん、角に輪投げやりたい な、もう勝手にこれでブレたら困るわ仕事減っても困るから。こんなってやってるからな、ね、だからデージかっこいいんだよそうなんだよな、ほんとかっこいいって憧れのヒーローなんだよ、はい、じゃあ後編、はい、見てもらいましょうか、はい、じゃあ後編ご覧ください、どうぞ。